はい。皆様、こんにちは。川本です。今日は上智大学の語別学部入試の志願者の推移、えー、のご紹介をします。 で上智大学の個別学部入試に関しては、2021年度に大きな入試改革を行いました。すべての学部で漏れなく共通テストが必須になったんですね。で、それに加えて2月の個別入試は、まあ、普通の英語とか数学で受験できる学部もあるんですけども、あの総合問題というのをね、課、え、す、っと、学部が多くなりました。で、まあ当然これは受験のハードルが上がりましたのでね、えー、2021年度以降、志願者はもう激減しました。 ただですねあの、当然これは上智大学もね、想定内のことですので、あの、志願者が激減したからといって、あの、人気が下がっているとは言い切れません。で、えー、また、えっ、ー、と、上智大学に関しては、2023年度からですね、共通テストに、 共通テスト、共通テスト利用入試に新たに3強化方式というのを導入したんですね。以前は4強化方式しかなかったんですけども、えー、2023年度に新たに共通テスト利用入試の3強化型というのを導入しました。そうするとですね、えー、どうせは個別学部入試でね、あの共通テストが3強化必要だったら、やっぱり共通テスト利用入試でもね、3強化を受けようという方が多くなりますので、えー、まあ、このね、協定利用3強化方式の志願者はね、だいぶ ちょっと上昇してますので、えーまあ、そこの志願者とのね、ちょっと絡みを見ながら、本当はね、あのー、人気というのを見なきゃいけないんですけども、き、まあ、今日はひとまず、その個別学部入試のみの比較になります。で、まああのー、2021年度以降はね、個別学部入試ね、協定併用になりましたので、まあ、協定併用型なんて呼んでますけど、あのこの共通テスト利用とはまた別ですので、ご注意ください。 はい。ではね、えっと、2020年度のね、志願者をご覧ください。一応多かった順番に、えっと、ランキング形式にしてます。まあ、一番多いのがね、えっと、経済学部の4804人から、えー、8位の進学部78名ですね。で、まあ、合計で2464人になってます。で、2024年度もご覧ください。えっと とまあ、当然、ね、志願者は、ね、減りまして、合計は1万2392人となっています。えー、-39 減ってますね で、ランキング自体ではね、大きな変動はないんですけども、理工学部のね、順位が少し上がっております。で、理工学部がね、えっと、2020年5位だったものが2位になってますね。で、まあ、ここは確かにね、共通テストが必須でハードル上がるんですけども、まあ、もともとやっぱり理工系の上位大学だと受け皿が少ないですので、やっぱり受ける方はやっぱり、あの、協定に関わらず頑張って受ける。 ということですねで。しかもですね、2月の個別試験が これ一番右にですね、あの、個別試験の内容を書いてます。で、理工学部は数学プラス理科と書いてますので、これはその総合問題ではなくですね、いわゆるもう、いわゆる入試の延長線上の科目で受験できますので、えー、個別試験の受験のハードルはそんなに高くないというのもあると思うんですね。えー、ですからね、えっ、ー、と、減少幅がね、えっ、ー、と、検討しますね。えー、わずかマイナス11%という結果になっています。で、あとはね、えっ、ー、と、 うん。文系はね、まあたい減らしてますけど、えっ、ー、と、まあ外国語学部はね、まだ減少幅が少ないですね。えっと、2024年度は2271人で、えっと、2020年は2822人。まあ、わずかというかね、27%の減少で収まってます、うん。でね、個別学部試験がね、基本まあ英語と総合問題なんですけどね。まあ、あのー、まあ結構その、 英語中心とした、まあ内容にはなってますので、まあ比較的ちょっと総合問題のハードルはちょっと低めと言えます。で、あとはね、経済学部がね、えっと、はい、えっと、2801人で、えっと、2020年は、えっと、4804人ですから、まあ、ここだいぶ減ってます。ただね、ここ個別試験は総合問題ではなくて、まあ学科とかに応じて数学とか英語ですので、えっと、まあ、二次試験の ハードルというのはそんなに高くないんですね。で、えっとね、注目はね、えっと、下の4つです。2024年度の、えっと、5位から8位ですね。えっと、法と総合人間科学と総合グローバルと進学部ですね。ここはね、志願者がね、だいぶ減らしましたね。えっと、すべて50%を超える下落になっております。うん、で、まあ、 ここはね、一応共通点としては、個別試験がね、すべてやっぱり総合問題になりますので、普段ちょっと受験勉強ではやってないことをわざわざ対策しなきゃいけないってことなんですね。えー、なのでね、まあちょっともしかすると、まあそれも一つ原因になってる可能性あります。うん。なので、まあ、まあ協定がちょっと微妙だったけど、 まあ、ちょっとまた総合問題だしな。まあ、いいか。という感じに流れてる人は、ちょっと一定数いるのかな、という印象になります。はい。ということでね、今日は、えっ、ー、と、常知の志願者の、えっ、ー、と、2年間の比較になりました。はい。ということで、以上になります。ありがとうございました。